この冷酷な返り討ち宣言を行ったかのような鶴田自身の発言。一方の天竜、絶対取る、こう言っています。さあ両者緊張の中に今ゴングが鳴りました。天竜側にスタンハンセン、いや中立の立場でしょうか、スタンハンセンがこれです。両選手の三冠争いを見ています。さあゴーゴーたる大声援の中で、さあ幕が切って落とされました。天竜三冠へ再挑戦、受ける鶴田三冠二度目の防衛戦。さあスタンハンセンが見守る中で勝負が繰り広げられた。さあ意地だ意地だ、おおっとおっと、ジャンピング2パット、顎に当ててる、腕を取ったぞ、ロープに放り投げた、ジャンピング2当たらない、バットを取った、ジャーマンスープレックスホールド、天竜カウント2まで行った、カウント2まで行きました。天竜の首は大丈夫か、大丈夫のようだ、気力充実天竜。さあ馬場さん、両者負けられません。意地とこのメンツが激突しています。本当に厳しい戦いになるでしょうね。そうですね。さあ今度はサイドのヘッドロック、ジャンボ鶴田リング中央で取りました。竹内さん、はい、ファンの目というのは圧倒的に天竜の首をですね気にしているんでしょう。鶴田有利という声なんですが、竹内さんどういうふうに予想しますこの勝負。これはですね、やっぱり天竜選手が絶好調でしたらね、かなりやっぱりその白熱さ五分と五分なんでしょうけどね、やっぱり今の天竜選手の体調を考えますとね、これやっぱりジャンボ有利は動かないですね。そうですか。果たして序盤戦から中盤戦、後半戦どういう戦い模様になるのか。鶴田コールです。15,200人。竹内さん、かつて日本武道館では天竜コール一色だったですよね。そうですね、やっぱりこれがですね確実に変わってきましたね。お客様は正直ですね、今鶴田時代です。鶴田コール一色に包まれました。さあどんな戦い模様で進められていくんでしょうか。頂上対決、天竜のチョップ3つ目、今度はエロー2つ目、確かにエロー当たった、サイドのヘッドロック、おー、クドキングヘッドロック、鶴田が仕掛けた、やはり首を狙っている、しっかりと追いかぶさった、首を狙っています。苦しい表情だ天竜。馬場さん、今のブルドッキングヘッドロック、鶴田はあまり出さない技ですが、首を意識して捉えようとしてますか。いや、そんなことはないですね。違いますか、はい、やっぱり今、コーナーに詰められたらそれを逃げるのはやっぱり今技が一番いいと思いますしね。そうですか、なるほど。返り討ちにするためには、竹内さん、俺はあくまでも首狙いだと鶴田は公言してますよね。そうですね、やっぱりどこまで非常に消してですね、天竜選手の首を攻めまくるかですね。はい、そうですね。さあ両選手であります。左側がジャンボ鶴田、三冠の王者です。華麗なる複合技、背骨をぐいぐい攻めている。鶴田の右足、膝が当たっている、まさに首と腰ですね。そうですね、天竜ちょっと苦しくなりました。さあ鋭い首への攻撃、ジャンボ鶴田腰も右の膝が当たっている。華麗なる複合技、もう一回これでグランドに寝かせて、さあここでぐい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 ヘッドロックに取るのか。首を絞めている、首にかかってますね。太い腕、ジャンボ鶴田の太い腕、もう完璧なヘッドロックを切りますね。ネックロックになってますよね。スリーパーにも入ってますよね。スリーパーに入ってますね。さあぐい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 示してます。あらかじめ攻撃、ジャンボ鶴田落ち着いた取り口であります。さあ勝負の世界は本当に厳しい。鶴田のパワーボムで天竜は首に大きなダメージを負ったんです。試合を欠場させられたんです。あの4月の20日から1ヶ月と15日、また2人は戦わなくてはならないです。さあ右のパンチは空振り、あと足を掴んだぞ、あとチョップだ、足を掴んでチョップ。さあカウンターのキック、右のキック、ショートレンジで入った、ショートレンジで入ってるが右の膝にもダメージが来たようだ。天竜天井を向いている。さあ王者先制のチャンスが訪れたかどうか。天竜首を振った、もう一回持ち上げて、あ、首狙いエルボー完璧に当たる。さあ天竜起死回生のチョップ、逆水平、もう一丁いった、2つ連続で打ちました。今度はキック直撃、首を直撃、ジャンボ鶴田のキック力、このリズムが鶴田の強さを証明しています。竹内さん、そうですね、まさに柔軟性のある攻めですよね。そうですね。さあ毒針戦法、エルボーガン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 打っていきました。片指に固めます。王者鶴田生き生きとしています。ジャンボ鶴田、鶴田のレスリングは今パーフェクトと言っていいでしょう。完成された、そしてこの、誰にも壊されない、そういうこの鉄のような強さを持っておりますジャンボ鶴田。そして竹内さん、今ファンの支持を十分に受けているのが鶴田のレスリングですね。そうですね、鶴田選手もそれをかっちりと自覚してですね、はい、やっぱりその実戦の中で完全にそれを示してますよね。そうですね。再びグランドでの展開、馬場さん、鶴田のレスリングをずっと見つめてるわけですけれども、
な鶴田は本当に強いんですか。まあ、調子がいいですね。調子がいい。あの、ね、ただ一つね、あの、ジャンボの技がね、非常に多くあるんですよね。要所要所によく出てくるんですよね。はい、それが今ジャンボのいいところじゃないですかね。そうですか。ということは竹内さん、要するにタイミングよくいい技が出てくるということなんですね。やっぱり技の組み立て方が非常にやっぱり秘密にうまいわけですね。そうですね。さあ、それはね、天竜がね、ジャンボをそういうふうに研究するんですから、本当になんかパッとね、はい、新しい技というか素晴らしい技じゃないかと思うんですよね。そういうことをよくやる選手ですからね、天竜がね、はい、それが天竜のいいところですしね。そうですね。武井さん、どうやら裏の駆け引きが勝負を決めるみたいですね。そんな感じですね。裏の、さらにまたその裏をね、どっちが見破るか。さあ、場外に一旦出ました。このところの鶴田であります。この場外戦においても強い対ハンセン戦、対今夜の天竜戦、そしてフットルース戦、キッド・スミス戦、いずれの勝負、この随所随所に鶴田プロレスのうまさ、凄さ、そして怖さを改めて知らしめた天竜の左にラリアット。場外に真っ逆さま鶴田を立ち上がってる、立ち上がってる、かろうじて立ち上がってる。ハンセン今ムックと起き上がった。ハンセンがムックと起き上がった。さあ、天竜とそのまま勢いをつけて天竜が体当たり、場外で勝負をしようという天竜、仰向けに倒れている向こう側が天竜、手前が鶴田、両者場外でダブルナックダウンであります。カウントが始まっています。まさに気力充実の両選手であります。天竜が鶴田を捕まえた。場外に竹内さん飛び込んでいきましたね。天竜がそれがですね、やっぱり意外性のあのまず攻めの一つですよね。本当ですね。さあ、初めて鶴田が苦い顔を見せています。両選手再び起き上がった。足をすくったぞ、なんだ足をすくったぞ、膝十字、アキレス腱がダメ。さあ、天竜の攻撃がここで始まっていきました。さあ、天竜は今夜くしくも天竜同盟を結成して2年目の記念すべき日なんです。武さん、大げさに言うと天竜同盟の存亡をかけて戦いに行く、まさに存亡の危機なんですよね。そうですね。さあ、天竜が勝負を仕掛けています。館内は鶴田コールに勝負であります。さあ、どういう攻め口を見出しておりますか。天竜が今日ジャンピングニーは絶対食わない、ジャンピングニーを食ってしまうと首にダメージがかかる、全てカットすると言っておりましたが、序盤戦1回うまくカットして足を取って相手に攻撃を仕掛けましたよね。あの序盤戦うまくいきましたね。そうですね。この後混戦模様になってきたらどこまでそれが阻止できるかですね。そうですね。膝関節を狙っています。膝十字にしっかりと仕留めておいて膝関節を狙っている天竜の攻撃であります。天竜にとりましてはこの勝負本当の正念場。まあ、瀬戸際に竹内さん立ってこそこの男というのは気力を出し切る男なんですよね。ですから今日これでもし負けたりしますとね、天竜選手とかですから、やっぱり何を考え出すかこれ分かんないですからね。あ、本当ですね。さあ、鶴田が今攻められているところであります。三冠選手権インターナショナル PWFUN 三冠統一を最初に成し遂げた史上最強の男、ジャンボ鶴田。今攻められておりますが、また逆転。おっと、天竜が行きます。天竜が上に乗っている。顔面攻撃、またスタンハンセンが立ち上がったぞ。さあ、ハンセンと天竜は同盟を結んで世界タッグに挑戦が決定しています。ハンセンが今にじり寄ってエプロンサイドにいます。どうやら天竜に声をかけているようだ。さあ、サッカーボールキックが当たった。天竜のサッカーボールキック、天竜が今やっと落ち着いて自分のペースを取り始めた。両者近寄った。フロントスープレックス、さすがに鶴田近寄った。間一髪、あっという間の呼吸で後ろに投げ切った。これが高度の技、足を取ってしっかりと抑えた。カウント2まで入っている。まだわからないぞ。天竜がペースを握ったかと思った。しかしジャンボ鶴田が一気に投げ返すんです。本当に馬場さんが指摘したように、どんな技も非常にタイミングよく華麗に決まりますね。今の鶴田は本当に素晴らしいジャンボ鶴田であります。再びスリーパーフォートに取りました。世界タッグに挑戦がハンセンと天竜決まったわけですけれども、今の鶴田はこの自信とプライドがこの相まかしているとでもいいんでしょうか。鶴田時代をまあ謳歌しているということなんでしょうか。この三冠の後の防衛戦、世界タッグも絶対だということを言ってますね、本人はね。ファンの方もですね、やっぱり今日の試合に出てジャンボにも勝ってほしい、天竜にも取ってほしい、非常にやっぱ複雑な戦いですよね。そうですね。千葉大会で世界タッグに挑戦のスタンハンセン、さあ見ているぞ、じっくりとこの勝負を伺っている。さあ、鶴田が攻めている。スリーパーホールド裸締め、揺さぶります。
さあ、あやっと右の足がやっとサードロープに伸びました。この裸締めをグラウンドで展開している馬場さん、鶴田の作戦ですけども、これどうご覧になってますか。いや、いいと思います。いいですか。はい、相手を揺さぶります。自信の表れでしょう。ジャンプ鶴田、もう一回ジャンピングに当たってしまいました。上がりヘッド、上がりヘッド、ジャンピングに完璧に当たった。そのまま固めた、固めた、どうだ、首の状態どうだ。天に打たれた。ジャンピング2パット、最初はうまくカットしたが、今当たっている。今は完全に当たりました。勝負は10分が経過。日本武道館固唾を飲んで、お客さんの興奮が伝わってまいります。素晴らしい勝負内容になってまいりました。日本武道館3冠タイトルマッチであります。すごいジャンピング2パットでしたね、竹内さん。やっぱり食ってしまいましたよね。いや本当にね、素晴らしい高度なテクニックであります。助走をつけてジャンプするか、毎日文字に走って顎の先端にガザー、鈍い音がしました。まさにジャンピング2パット。さあジャンボ鶴田、右の手を上げた。今度はパワーボムか、パワーボムか。タイガードライバーも覚えたというジャンボ鶴田、この姿勢からリバーススープレックスで切り返した。天竜切り返した。天竜の顔面真っ赤、リバーススープレックス当たっている。天竜も負けていない。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田も避けて通れない道であります。さあ天竜にとっては今回の戦い、この不沈をかけた対決。さあ意地が真っ向から、真正面から牙の散らして当たっています。さあ鶴田か天竜か。竹内さん、ここまで10分が経過したんですけれども、内容の分析、どっちのペースですか。これはやっぱりジャンボのペースになってますね。ジャンボのペースですか。そうですか。しかしこの後、おそらく感情むき出しの肉弾戦は避けられないものと思いますが、ジャンボ鶴田が技の展開の組み立て、非常に冷静になってまいりました。コブラツイストであります。コブラツイスト。さあウォーコールを催促しているような自信の表情、ジャンボ鶴田。目がキラッキラッと光っています。その反面、天竜の目はまぶたを閉じたまま、歯を食いしばっている。首へ相当圧力がかかります。うまくかわした、うまくかわしました。おっともつれたぞ、両選手がもつれました。腕をしっかり取っている。さあ腕をしっかりと取っている天竜、起き上がるか。また腕を左の腕で絡めました。さあ関節攻撃に出ていきます。エプロンサイドであります。すでに鶴田の足はエプロンについています。両者きれいに離れるかどうか。さあおっと天竜、天竜きれいに分かれた。またチャップ、まずチョップ一発、相手の顎の先端に打った。また今度は胸に打った。後ろに下がった。後ろにはハンセンがいる。後ろにはハンセンがいる。今じーっと見ているぞ、ハンセンがじーっと見ているぞ。さあ正面からヘッドバット、鶴田を場外に落とした。ハンセン手を出すか、ハンセン手を出すか。出さない、ハンセン手を出しません。三冠タイトルマッチ、鶴田天竜、本当に究極の対決であります。じーっと両選手の動きを睨みつけるようにして見ております。次期シリーズにはこの鶴田天竜、それからひょっとしたら四つどもえの三冠、ヘビー級選手権試合の流れになるかもしれません。冷静に冷静に、今回のシリーズはもう世界タッグしかチャンスがないわけですからね、竹内さん。そういうことですね。さあ両選手の動き、ロープに飛ばした、両者走った、ラリアット、天竜ラリアットが当たった。鶴田倒れた、しっかりと抑え込んだ。カウント2、鶴田跳ね返します。鶴田も気力充実、負けてなるのか。三冠シングルヘビー級王者、2度目の防衛戦。今鶴田は強いぞ、膝をついた。さあ天竜が今日自分のレスリングの生き様を本当に最後の最後の土壇場で見せるのか。頑張り頑張り、天竜の頑張り。もうおそらく気力だけでしょう。それとも張り手で返す、エルボーで返した、エルボーで返した。耳を打ちます。さあ鶴田、おっと右の肘に手をやった。次なる攻撃はラリアットか。もう殴り合いだ、押し合いだ、打ち合いだ。さあ相手がひるんだ隙、鶴田がもう猛烈果敢にアタックします。さあちょっと間が空きました。さあ天竜の首の状態はどうか、全く気にしてないようだ。エルボー、鬼のような表情でエルボードロップを打ちます。肘を支えて打っていきましたね、竹内さん。素晴らしい打ち方ですね。正座の天竜の左の肩のあたりですよね。はい、そうですね。今の本当に鶴田は強い。ハンセン、そしてバックドロップ。さあどうだ、バックドロップどうだ。あっと、うまくコーナーに逃げた天竜であります。逃げてもいい。相手の得意技を打たれては、この勝負もうどこに隙があるかわからない。一旦ロープに放ったジャンピングにまた当たった。顔面に命中、もう自信の表情を鶴田、顔面に命中2発、ジャンピング2パット、顔面に当たってる。おバックドロップか、バックドロップ、足を蹴った、コーナーを蹴った。鶴田の後頭部が当たっている。しかし天竜の前頭部も当たっている。両者ダブルナックダウン、両者ダブルナックダウン。天竜もこう見ている。鶴田も後頭部を打たれている。さあどっちが先に立つか、大きな山が訪れた。
三冠トリプルヘビー級選手権、大きな山だ、我慢のしどころ、大きな山、セルター先に立ったチャップ、ダブルチャップ、首を狙ってる、ああ首を狙ってる、また首を狙ってる、さあ2位上昇になった、今度はダリア、さあ防衛なるか、鶴田防衛なるか、エプロンサイドにうまく転がった、ハンセンが指示をしています、ハンセンが指示をしている、さあ三冠トリプル選手権、いよいよ勝負は15分が経過したところであります。馬場さん、鶴田の作戦はやはり最初から組み立て通りの作戦なんでしょうか、どうですか。いや、組み立て通りと天然もジャンボもね、これが彼らのペースなんですね。そうですか、ネックブリーカードロップ、鶴田が打ったぞ、おっとそのまま首を狙った、まさに首を狙ったネックブリーカードロップ、天竜苦しい、完全に首狙い一本ですね、首狙い一本に絞りましたね天竜、ここは苦しいところ、さあ鶴田が一気に加速をかけて一気に攻め込んでいくのか、さあまた2回目のブラケンヘッドロック、まさに池江さん狙ってますね、完全に狙ってますね、首に、狙ってますね、強烈の技というのは首を狙う技しかないというかね、なるほど、全てが首で後頭部につながっていってるんですよ、今のプロレスはね、なるほどね、首が基本ですね、その首が完璧じゃないんです、まさに手負いの虎天竜、さあ鶴田がセカンドロープ右の手を上げた、なんだ、じゃあカンペングに、これは左の耳に当たっているようだ、そのまましっかりと抱き起こしてカウントが入る、あっとセカンドロープにかろうじて黄色いシューズが届いている、さあ鶴田ペース、一気に鶴田ペースになっていきました、天竜は苦しいですね、ペースになっていきました、天竜我慢のしどころ、大きなダメージを負っているようだ、さあ鶴田がもう一回右手を上げて勝ち守りか、ジャンピングにまた首、首が狙われやすいんですよね、首は狙われやすい、狙ってる、まさしく狙っている鶴田、もう一回首に膝爆弾が行きそうだ、膝爆弾が急降下、当たってしまった、天竜万事休すか、後ろから前からサイドから徹底的に首狙い、しっかりと抑え込んだ、まだ左の足を突き出す、天竜の頑張り、今度は根性男、天竜であります、過去にも幾度も苦しんだ激しさありましたよね、頑張ってもらいたいですけどね、耐えて最後に勝つ男天竜、さあ日本武道館大興奮、フライムボディシザースドロップ、空中同時で落として4つ、天竜勝ちました、空中同時で落とし成功、さあ天竜の猛烈な逆襲が怖いぞ、天竜が待っているぞ、鶴田うかつに攻めると天竜の天下のパワーボムがあるぞ、もう一回2位を落とします、天竜はこらえどころですよね、こらえどころですね、ジャンボはね、もう攻撃一点張りですからね、どっかにね仕切られてると思いますよね、はい、あそうですか、さあ鶴田としては油断をしてはいけません、計算づくで流れに乗りたいところでありましょう、エプロンにスタンハンセンが来ました、おっと髪の毛を持ってもう一回持ち上げて、なんだバックドロップ、サイドスープレックスか、天竜踏ん張った、大きくスタンスを広げて踏ん張った、天竜踏ん張った、バックドロップ投げた、落とした、また首へダメージを広げるようなものすごいバックドロップ、天竜大の字、バンジキュースか、天竜3連敗か、鶴田3連勝なるか、どうだ、防衛か、カウント2です、なんとか3連敗は避けたい天竜、根性気力、それだけで勝負に挑んでいる、さあ鶴田もう一回鬼のような形相で髪の毛を掴んだ、さあ苦労した当たりのチャンスがある、おっとフライングボディシザーストロップだが、おあごがトップロックに当たっている、足を取って、ああ危ない、足を取っての首がため逆襲に来た、天竜が魂を持って逆襲に出たぞ、魂への逆転劇があるのかどうか、さあすごい勝負だ、背中にチョップ鶴田であります、ワイヤーロープに喉をぶつけましたね、馬場さん、そうですね、まあ、これはね、ジャンボもね、ハンセンに前にやられてますからね、やられましたね、そうでしたね、さあ、しかし鶴田は大丈夫だ、もう一回起き上がってロープが折ってくれる、ドラッグキックだ、さあ、鶴
鶴田がドロップキックを出した。つらい天竜つらい、そのまま覆いかぶさった、防衛だ防衛だ、また返した。天竜大きな山、大きな山が訪れました。さあ鶴田が、おおおお、その正面にはサイドにはハンセンがいるが、全力がもうこの対天竜戦に全てをかけている鶴田、気がつきません。セカンドラップ、トップラップ、セカンドラップ、ダメジャン、ウルトラシーフライング、ジャンピングに顎の先端に当たった。今20分が経過、今のは相当効いているぞ。鶴田膝を丸出し、さあこれで助走をつけてのジャンピング2位か。距離は6メートル走った、ジャンピングで失敗。あ、今度は冤罪、サポーターがありません。足を取っての釣り方で天竜高いか、ダメ。これまたはポイント中、ものすごい声援、1万5200人、日本武道館興奮最高潮。ジャンボもしぶといですね。さあ天竜、今度は天竜の攻める段階、円陣が待っているか。おっとラリアットだ、まだ顔面砕きもあるぞ。そしてパワーボムがあるぞ。まだまだ武器を温存している。パワーボムだ、パワーボム、また強くなっている。そのまま追いかけちゃった。ポイント、今度は背中に天竜、まさに好勝負、スリルサスペンス、すごい勝負。三冠選手権インターナショナル PWF UN、鶴田2回目の防衛戦、天竜2度目の挑戦。さあ両者状態になった。天竜ダメージが深い。セカンドロープ、さあ今度はウルトラシージャンピングにいた。天竜いった、おっと飛び込んだ、おっと焦点を定めることができません。ラリアット、鶴田のラリアット、フラフラ天竜、フラフラ対角線で追い込んだ。今度は何だ、また今度はフロントスプレックスか、潰された。その前に天竜足を引く、うまいフックだ。天竜外掛けに持ってきましたね。そうですね、外掛けに持っていって相手を倒しました。今度は鶴田か天竜か、鶴田か天竜か、天竜も苦しい、鶴田も苦しい。後頭部を打たれている天竜、再び起き上がった。だあもうあとは精神力の戦い、もう一回ボディスラム、もう一回叩きつけた、まだ力が待っている。さあ最後はどこまりか、飛んだ、打った、天竜のエルボーは当たりません、両者大技失敗。今度は鶴田が起き上がって、とどめはバックドロップか、それとも9年目の封印を解いてジャーマンスープレックスに行くのか。鶴田、さあまた首を絞めた、腕を取った、そのままグラウンドの手下にもつれ込んだ、しっかりと抑え込んでいる。もう本当に徹底的に決めないですね。首を決めてるのが大変だからですね。本当ですね。さあしかし天竜も冷静にまた起き上がった。本当に両者の凄まじい、まさに男対男の対決、ファンは痺れています。1万5200人のお客さん、本当に今の鶴田天竜の最高潮のプロレスによっています。さあ1万5200人の目は、さあ鶴田か天竜か、果たして三冠のベルトの移動は観戦の目の前であるのかどうか。鶴田起き上がった、さあ大手首を捉えた、ワイヤーロープに叩きつけた。天竜の攻撃だ、ラリアット、天竜ラリアット、天竜チャンス、また打ち返ってきた男、天竜。今夜は天竜同盟3年目の突入の記念日だ。天竜同盟の記念日。あと3冠を奪取するのか。円髄を打ってきたぞ。まだまだ勝負はわからない。まだまだパワーバムだ、いった、合格だ。ダメージを負っている。パワーボム効きません。さあ大阪の戦い模様が浮かんでまいります。2度目のパワーボム、さあ鶴田に打てるか。2度目、またリバースで返した、パワーボム、いいか、叩きつけた、落とした、カウントしなかった。天竜接続、三冠だ、鶴田を破りました。天竜のパワーボムで鶴田を、天竜おめでとう。ハンセンが今リングサイドで祝福、大きな手を挙げた。天竜三冠を、24分飛んで5秒、大阪決戦の雪辱になりました。いい勝負でしたね、ババさん。
パワーそうですね、天竜のね、粘り強さが出ましたね。本当ですね、竹内さん、はい、本当に頂上対決と言いながらも厳しい対決になったんですけれども、天竜 やり遂げましたね。最後はですね、本当もう紙一重のその気迫を見せてくれましたよね。本当ですね、敗れました鶴田。あとは世界タッグが残ります。世界タッグは千葉対決で天竜ハンセン組の挑戦を受けるんです。一気に4冠を失うことになるのが鶴田。そして今天竜時代が再びやってきた。3冠をかけた2度目の対決、両者頂点を極めた方に見事な、これがプロレスなんだというような勝負を見せました。さあそれでは喜びの声を聞いてみましょう、どうぞ。ただいま日本テレビから、大きなトロフィーを、手にしました。三冠ベルト統一、奪回いたしました、天竜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。雪辱なりました。天竜さんは前の試合でサレドジャンボという東京ドーム大会、あの WWF を迎えに来てあたって天竜、今のままではあのパートナーもやったーと足つながった、同盟を組もうかという話もあったんですが、天竜はあのしっかり断りました。今もジャンボ鶴田が気遣うところも、これを張り手で返しました。さあジャンボエルボーだ、エルボーだ、まだゴングは鳴っておりません、まだゴングは鳴っておりません。さあ天竜の腕を掴んでジャンピングで天竜は攻めてかわした、ラリアットステイダーバーン、ドロップ、体を浴びせた、浴びせた、浴びせた、バックドロップ崩しであります。すいません、竹内さん崩しましたけども、ね、天竜選手もまだダメージが残ってますね。ダメージが残っているそうです。竹内さん、ダメージとともにこれ、ああ、これは打ちましたね。天竜選手は足の負傷を今こらえて打ちましたね。そういう感じ、はい、パワーボムだ、パワーボムだ、パワーボム、さあどうだ、アウトする、初めからこのパワーボムを打ってまいりました天竜であります。そういえば竹内さん、この鶴竜対決は89年あの大阪でパワーボムで天竜が首をやられて、武道館で今度はパワーボムで王者になって、そういうパワーボム対決でしたよね。そういうボムがありましたね、はい、そのいいパワーボムを開催したこともありましたからね。そうでしたね、その新型パワーボムを返されて、そして丸め込んだのがこの前回の戦い、昨年の10月でありました。半年ぶりの鶴竜対決、万力のようなヘッドロック、はい、離しません天竜ベンチ上、それからこの足の負傷、それから今序盤戦にもうアクセントでこむった、おっとニークラッシュはいくか、ダメージ、それから天竜同盟を、竹内さん解散してしまいましたよね。天竜ですから、天竜選手はですね、もちろん体もそうですけど、ね、精神的に今もうボロボロの状態に出てますからね。体調、心、技、これを比べた場合どうですか、両雄。これはですね、やっぱりジャンボがですね、ほとんどの部分で全て勝ってますね。そうですか。天竜のコメント、できれば今シリーズは膝の調子を上げて、足の調子を上げて、次期シリーズあたりに行きたかった、正直言って分が悪い、こう言っておりました。さあ思わぬ展開になりました。ジャンボ鶴田エルボーであります。しかしジャンボもちょっとダメージを負っている。先ほどパワーボムを食いました。さあエルボーを打っていく、この後どういう展開をしていくんでしょうか、この両雄の対決。鶴田はこの急に止まった、この決まりましたこの三冠対決の余裕を持って臨んでいます。ドロップキック、このシリーズ安決勝なのに頑張りましたジャンボ鶴田、これが天竜の表情だ。早くもジャンボラリアットか、ジャンボラリアット、天竜ずるずるずるっと先ほどと同じように大の字、天竜大の字。竹内さん、しかしこの天竜選手も鶴田選手もあのドーム大会で WWF を前にして、この三冠戦へかける意気込みを示してくれましたよね。ファンにですね、まさに5万人のファンの前にきちんと見せてくれましたね。さあそしてまたこの天竜、さあ今劣勢に立っておりますが、竹内さん、追い込まれた時の強いのがこの天竜でしたよね。確かにファンにとってはですね、その天竜選手は逆境に強いという部分があるんですけどもね、ただあまりにも今は逆境の度合いが強すぎますね。はい、さあ攻撃を受けているジャンボ鶴田、距離を上がってまたストンピング攻撃だ。前回の戦いでは先ほどご案内のようにジャンボ鶴田がこの天竜の新型パワーボムを破りまして、返しまして勝利を収めました。竹内さん、2連勝というのは難しい。確かにですね、今のジャンボの力を持っても2連勝は難しいんですけどもね、ただ今日はですね、天竜選手がものすごいハンデを抱えてますからね。そうですね、ジャンピングで球を襲い込んでいくジャンボ鶴田、速いぞ、カバーだ、カウントボーナッツ、カウントボーナッツ、カウントボーナッツ返していきました。
それから鶴田のコメントです。この天竜選手は一匹狼になってから同盟を解散してシングルマッチが多いから、その面では天竜の方が有利かも、こういうことを話しておりました。しかしそう天竜は追い込まれています。髪を掴みました。ジャンボ鶴田、今日は竹内さんエルボーを多用していますね。そしてあースリーパースリーパーであります。思い出します、あの大阪でこのパワーボムで天竜の首を痛めて、天竜からピンボール勝ちをして、そして迎えた武道館決戦、決定的に首のロスをしたこのジャンボ鶴田、そのシーンを思い起こします。これはロープブレイクであります。武井さん、序盤戦 の攻防でもありましたが、共に相手 この手の内は知り尽くしてますからね。知り尽くしてますね、といってまた新しい技を浮かずにかけますとね、当然それを切り返されますからね。あ、そうですか。ジャンボ鶴田に連勝するためには何か新しいものを、天竜が奪還するためには何か新しいものと思ったんですが、まあ、確かに新しい部分も必要なんですけどね、その打つタイミングですね。ドロップタイミングですか。ジャンボ鶴田にドロップを打っていきました。天竜これ必死に返しております。武井さんね、天竜選手は前回の戦いでパワードームを封じられた、新型も封じられた、どうするんでしょうかね。ただやっぱりそうなってもですね、頼るところはパワーボムだと思うんですよ。ですからやっぱりチャンスを取られたらパワーボムの連発、何連発でも可能性があるある限り打ってみることですね。なるほど。逆を返せばジャンボ鶴田、そのバックドロップなりパワーボムなり、天竜の場合パワーボムですが、その前にどうここまで追い詰めて何発何連打バックドロップをできるかということですね。ジャンボの場合はバックドロップの連発しかないですね、はい。さあこれはどっちの声援だ、どっちのコールだ。さあまたパワーボムか、腰を低くする天竜であります。腰を低くする天竜だ、ジャンボ鶴田。さあこれもドーッとリバースした、リバースした、リバースした、根性でリバースした天竜源一郎であります。昨年はパワーボム対決でした。さあ今年はどうなるか、ジャンボキック、そしてカバー。武井さん、このジャンボキックによってジャンボのファイトっていうのも本当に力強く、あの目に飛び込んでくるようになりましたよね。憎らしいほど強くなりましたよね。そうですよね、イメージが変わりました。このジャンボキックであります、この打撃技というものに武井さん、パーソナルこのボディースラム、鶴田の力強さっていうのを感じますよね。やっぱりジャンボラリアットもそうですけどね、やっぱり打撃技は強いですよ、はい。そして今日はこの空中戦、トップロープをよく使います。トップロープを使います。さあなんだ、あーっとジャンピングに、トップロープからのジャンピングに、今5分が経過しました。5分早くも白熱。武井さん、序盤戦なんていうもんじゃないですね。5分とはもう15分ぐらい経ってぐらいのお互いの疲れ方ですね。初めからクライマックスみたいなもんですね。さあ天竜今場外だ。序盤戦から反撃は時折見せているんですが、ジャンボ鶴田の猛攻、その前にスタンハン戦のこの乱入がありました。あー首を叩いている、あーその首に2ドロップ、2ドロップ、グリ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 、鉄柵を掴んでグリグリと、この天竜の首のあたり、荒っぽい鶴田だ、荒っぽい鶴田だ。武井さん、以前この鶴田は言っていましたが、天竜選手がこの自分からですね、鶴田が自分から行かなければ勝ち目はないというんで場外戦を仕掛けたのが前回の戦いでした。ありましたね、今日もそうですね。そういう部分が出てますね、はい。さあどうでしょうか、場外でのラップファイトから。さあ天竜を今リングの中に、リングの中に押しやりました。しかし前回の戦いではこの後天竜選手がカーッとして耐えきれず出ていって、出ていって、そしてスタミナを消耗してしまいました。さあ今日はどういう展開を見せるか、パイルドライバーであります。武井さんね、鶴田選手がね、前回は天竜選手をカッカさせようと思った、それがまんまと当たったんですが、今日はどうでしょうかね。今日はまず天竜選手の痛めてる首を徹底的に狙ってますね、はい。ほとんどの先ほどの攻撃がですね、この首一本やりですからね、はい。そうですね、今度はダブルスレッジ、両方の手を合わせました。ジャンボ鶴田であります。さあ前回は新型パワーボムにこだわりすぎて、そしてしかも早く出しすぎまして失敗をしました。天竜でありますか、ダブルジャンプだ、王が入った。武井さん、またトップロープですか。トップロープですね、この今王を出しましたが、王一つでドームを沸かせたのがこのツータでした、ジャンボでしたね、さあ今日も王コールがよく出ている。さあこれが天竜の表情、見上げる、このままでは分からない、トップロープへ延髄、トップロープへ延髄だ、天竜源一郎延髄、反撃なるか、しかし起き上がれない。今セカンドロープにいて、ジャンボ鶴田は
頭を押さえている。リング中央に大の字になっている。さあ天竜どうだ、足を気にしている。そして頭のあたりにも手をやっております。さあ天竜、天竜もう高橋さん、セコンドには誰もいないんですね。誰もいないですね、自分一人で戦っていくしかないんですよね。川田もいません、そして鈴木もいません。どういう風にしていくのか。さあ鶴田もかなり、鶴田もかなりダメージを負っている。頭を振っている。背後に天竜がいる。さあこの後どうするのか。天竜立ち上がった、ジャンプ突っ込んだ、かました、ジャンプに失敗、足を取った。さあ足の裏に久し打ち、久し打ち。高橋さん、天竜の足を破壊したのがジャンプでしたね。このジャンボの足を今度天竜選手が破壊しようとしますね。そうですね、思えば今の首攻撃もそうでした。しかしあの日本武道館、天竜が背水の陣、球場の後首を痛めて、そして球場の後出てまいりました。天竜に対してジャンボ鶴田はダイビングニーを3発トップロープから担いました。それだけのしつこい足殺しができるかどうか。俺の足を壊したのはジャンボ鶴田。さあお返しの足殺しであります。高橋さん、鶴田ウィリアムスに連続ギブアップを奪われたのがこの天竜でしたよね。デスロックでしたね、さあその右足、この右足でサッカーボールキック、サッカーボールキックであります。天竜源一郎、さあ左足に照準を絞ったか。そして今度は4の字固めでありましょうか。天竜源一郎であります。この作戦、武井さんどうですか。足殺しに行きましたね、しかもデスロックのような形に入ってますね。これでインディアンデスロックですね。お返しですね。インディアンデスロックで右の足を痛められた天竜がお返しと、天竜の表情を描いている。足殺しであります。高橋さん、右の足を痛めてですね、天竜がそのかばうあまり痛みが左足に腰に来てるんです。しかし天竜選手は意地を見せますね。今10分が経過しました。いやいや味なことをやります。高橋さん、この生き様といいますか、鶴竜対決が単にあの勝敗だけじゃなくて、こういう心のキャッチボールがありますよね。最後の生き方のドラマなんですよね。フライングボディーシャストラップ、しかし野田手につけた。何度もこれで審査を並べている。よく知っている天竜、さあ丸め込んだ、前回と同じパターンか。カウント2で返しました。高橋さん、攻め合う、共に攻め合う。今まではこのまで鶴田が飛ばして天竜が耐えて、後半天竜がもう猛反撃という形だったんですが、ここへ来て攻め合う、共に攻め合うんですが、完全なラッシュは取らせませんね、お互いに。そうですね、友達の前へ前へお互い出てますね。そうですね、さあ距離を見からってジャンプラネット、これも壊した。さあ形は悪いがジャーマンだ。そのままブルネルソンからのソウルに行きました。天竜であります、魂のホールだ。さあそして鶴田、さあ両選手も早く回してみたの円錐、天竜の円錐であります。鶴田倒れました。さあパワーボムが打てる、パワーボムが打てる、本家パワーボムが打てる。これをリバースで返そうとする。さあリバースで返した、ジャンボ、サレドジャンボであります。さあもう一回ならばと2連打。ああ高橋さんまだパワーボム行くまで技の積み重ねが必要ですね。ハイキック、ジャンボもまだバックドロップを打つタイミングではないでしょう。さあエルボーを打ちました。どれだけ技が積み重ねられるか、鶴竜対決。さあジャンプラリアット、過去3勝3敗、本当の意味での決着戦。さあジャンプラリアットからバーン、これは決まった、これは決まった。さあカバー返した、天竜頑張った、夢見る男たちに幸いあれ、頑張った。天竜、天井カメラからの表情だ、苦しい天竜。鶴田も頭を振っている。これでもう一発打たれると危ないですね。そうですか、さあもう一発切るか、怖いぞ。天竜同士でいった村塚圧勝。さあ3連冠の集大成を見せたい、これから一人だ、一人旅の祝福を上げてもらいたい。逆さ押さえ髪失敗、エルボーだ、もう一回バックドラップ、来てしまったカウント3、12分32秒、ジャンボ鶴田バックドロップ、波乱の三冠統一ヘビー級タイトルマッチ防衛いたしました。3勝3敗のこれで五分、2回目の防衛に、世界三冠ベルト防衛に成功であります。天竜も3年間の天竜革命の集大成を見せんとばかりに頑張りましたが力及びません。スタンハン戦のこの序盤戦の乱入によりまして、
飛んだハプニングがありました。この三冠統一戦、竹内さん、波乱の一番、難しい一戦だと思いますが、最後はですね、ジャンボが1回はですね、投げ落とすバックドロップに決めてですね、はい、その後はやっぱりそのままホールの形に持っていくバックドロップに切り替えましたよね。バックドロップホールド。インターナショナルのベルトは挑戦者はこの天竜です。インターナショナルのベルトは馬場さんの代名詞でもあります。7年間保持しました。ドリーハンクジュニア、ブロディという名前も刻まれております。 BWF ベルト、これは馬場さん初代チャンピオン、初代チャンピオンでした。馬場さんが初代のチャンピオンでした。ロビンソン、ブッチャー、レイス、ハンセンという名前、そして UN ヘビー級ベルトには鶴田、天竜、ハンセンというチャンピオンの名前が刻まれております。その3本のベルトが今本部席に預けられました。さあ、中田龍リングアナウンサーによりますトリプルクラウンタイトルマッチ、両選手の紹介です。クラウンコーナー挑戦者、270ポンド、天竜。激しく時代と戦い続ける風雲のぼり龍天竜。長コーナー三段という選手権者、275本のジャンボセルター。日本で初めて三冠統一選手権者というコールを聞きました。ジャンボ鶴田です。初めての防衛戦であります。天竜革命の集大成ということも言えるでありましょう。天竜にとりまして天竜革命は2年目、そして鶴田にとりましては初の防衛戦が鶴竜対決になりました。両者の対決に引き分けの後、4年4ヶ月ぶりに対決、天竜革命を進める天竜が2連勝の後、鶴田が一つ返しました。東京、横浜、そして大阪と舞台を変えました。今歴史的なゴングが鳴りました。両選手それぞれのコーナーに分かれております。右へゆっくり回します。鶴田、そして天竜です。日本人同士で三冠をかけて戦うのも初めてであります。まだ両選手組み合いません。両選手今組み合った。重心をグッと低くする鶴田。鶴田は片膝ついた。天竜の五体にも力がみなぎっている。押し込みました天竜。ロープサイド。サムグレフリー和田恭平。胸をポンと叩いた鶴田。この表情です。気合が入っています鶴田。やや天竜の方は冷静か。膝折れた。そしてエンズイ、先制ヒット前エンズイ、そしてチョップ、鶴田の胸を手に染める天竜の天竜チョップ、そして総根ラリアット、総根のラリアット、速い攻めの天竜、カウント2まで送りました。思い出せば2回目の対戦の時に天竜がいきなりのラリアットを打ちました。そして今日が4回目の対戦でありますが、天竜革命を持って4回目の対戦でありますが、またしてもラリアットを先に打った天竜。さあ、キックを一つくれて鶴田がドロップキック、鶴田のドロップキック、2回目の対戦の時に打っていったドロップキック、これも出してまいりました。ジャンボ鶴田です。さあ、馬場さん、鶴竜対決、今回は初めてタイトル三冠がかかりましたけども、どんなファイトを期待しますか。まあね、この2人にとってはね、もうベルトも三冠も何も関係ないでしょうね。もういいでしょうからね。あ、でその意味でね、今あのジャンボがね2位じゃなくて飛び切りになりましたよね。そうですね、ここだけね気合が入ってると思うんですね。あ、ジャンボ鶴田のドロップキックが爆発いたしました。そしてグラウンドでの展開、この頃よく見られます、この天竜のヘッドロックからの展開、グラウンドでの展開、しかし鶴田よく研究しています。右の手をさっと首の頭に当てて、そしてこれを逃れるとしております。この天竜のグランドでのヘッドロック、これは1回目の対戦、天竜革命後1回目の対戦、そして2回目の対戦で見られております。左のサイドからのヘッドロック、これを解散としているジャンボ鶴田。馬場さん、これまでの対戦、ジャイアント馬場さん、まあ、2人の共通の師匠でありますが、いかに数多くの技を出して、そしてピンホール決着をつけて、その中に未知の技をいかに組み込むか、こういうふうにあのポイントを指摘されているんですが、今日はどうですか。そうですね、まあ、この2人ね、まあ、僕らもみんなもうあの天竜の技、ジャンボの技みんな知ってますでしょ。だからどこで何が出るか、ね、それも分かるわけですね。あとやっぱりなんか意外なものが出てきた方が勝つんじゃないかと思うんですよね。なるほど、ただその意外なものが出るか出ないかですよね。さあ、今鶴田のエルボーが出ました。顔面を狙うエルボー。この鶴田のファイトもこのシリーズ、非常に凄みを増してまいりまして、明らかに鶴田は変わった、こういうファンの声が大きくなっています。第3回目の天竜革命の3回目の対戦でも見せました顔面狙いのエルボー。さあ、
鶴田ちょっと余裕の表情か、いや厳しい表情に変わった。両者の距離30センチ、右の張り手、天竜右の張り手、そしてボディスラムの体勢だ、投げた、飛んだ、2位を落としてそのままカバー、カウント2です。首4の字仕掛けているのは馬場さん、天竜ですね。そうですね、この技を取りに行くのは早いですよね。はい、まあ、これまでの序盤戦、天竜掛け物の第1ラウンドでは攻め手の多い鶴田が握りまして天竜が耐えるという形になりました。そして第2ラウンドでは、そして第2ラウンド第3ラウンドでは鶴田が先にラフ攻撃を仕掛けて、その後天竜がヘッドロック攻撃を中心とするサブミッションホールド、じっくりと天竜がその後攻めていく、そういう展開が見られておりますが、今日は仕掛けるのは天竜であります。グラウンドへ誘いました。しかしグラウンドでのテクニックは鶴田も得意とするところであります。まずこの序盤戦、ここまで天竜ペースと見てよろしいですか。まだ分かりませんね、ペースはまだね、どっちとも言えませんけどね。そうですか、まあ、試合前ジャンボ鶴田選手はベルトを守ろうとしたら勝てる相手じゃない、勝ちに行かないと勝てないだろうと、このように言っています。そしてハンセンとの2連戦、まあ、1週間に3回のタイトルマッチを こなしておりますジャンボ鶴田、体中が痛いんだとも話していましたが、そんなのはリングに上がれば関係ないでしょう。ただ今までね、はい、3回シングルマッチをやりましてね、そのどこでワン、ツー、スリーと数えられてもいいような技がね、たびたび出てるんですよね。そしたらどっちが勝ってもね、僕は不思議はないようなね、力の差だと思うんですね。なるほど、まあ、まさにどっちが勝ってもおかしくないという、まあ、馬場さんの解説ですが、馬場さん、昨年3月このブロディに敗れてインターナショナルヘビー級選手権を失った鶴田、それから今シリーズ天竜はハンセンに敗れて、まあ2冠を取ることができませんでしたけれども、この両方の試合ともプロレスに残る名勝負、負けても何もこの攻められることはないわけですよね。そうですね、どっちが勝っても本当におかしくない試合、序盤戦は静かな、しかしその中にも何か青い炎が燃えているような、そんな感じ。バックに回ってバックドロップか、ニークラッシャーか、しかしヘッドロックはジャンボ鶴田、上から押さえつけるように、あーっとエルボーを打っていった、このエルボーの打ち方独特、後頭部に打っていきました。さあブルドッキングヘッドロック、ジャンボ鶴田にしては珍しいブルドッキングヘッドロック、そのまま片指に固めました。カウント2であります。この2人の対決を振り返りますと、第1ラウンド、鶴田がバックドロップの2連発、これに耐えました天竜、結局最後はエプロンの鶴田に天竜がラリアウトを打ってリングアウト勝ちという展開です。その時バックドロップ、この鶴田の2連発を食いました天竜は、あの武道館の天井が真っ白に見えたというふうに話しています。また第2ラウンドは逆に鬼とかしました、このジャンボ鶴田が反則暴走、天竜の反則勝ち。そして第3ラウンド2敗を喫しました鶴田が攻めの鶴田となりまして、天竜の顔面狙い、そしてその天竜はエキサイトをいたしまして、結局鶴田の反則勝ちということになりました。天竜革命後両者の対決は2勝1敗、通算に直しますと2勝1敗2分け、天竜がリードということになります。まあ前回の対戦では馬場さん、この両選手興奮しまして、まあこれも史上に残る名勝負ですが、あまりにもこの危険な状態となった、そういう試合でしたよね。そうですね、まあ、危険は、ね、常に伴うんですけども、感情的というかね、やっぱ日本人同士と、はい、なりますとね、やっぱり、はい、日本人お客さんの前で負けたくないっていう、負けたら恥ずかしいというね、それがねやっぱりむき出しになるんですよね。なるほどね。ですから今までそのなんかこうすっきりした試合決着がつかないんですよね。どうしても意地が交錯してしまいます。さあ鶴田のジャンピングニーから指に固めまして、鶴田有利の体勢が続いております。万力のような腕での太さ、そして力強さで締め上げます。天竜のヘッドロック攻撃は私たち何回も目撃しましたけれども、この第4ラウンドでは鶴田がヘッドロック攻撃優勢を取っております。まあ、確かに馬場さんお話のように1回目に2回目あたりは意地の張り合い、そしてしかしながら徐々にこの技の攻防というものにこの転じてまいりました。鶴田対天竜の頂上対決、本当にどうなるかわからない試合、あるいは喧嘩ファイトになるのか、あるいはますますハイグレードな戦いになるのか。上になっているのが鶴田です。褐色の肌鶴田、そして白い肌天竜、
天才に鶴田総根天竜、まあ、しかし天竜選手は言っています、この鶴田選手の三冠王ダッシュ、まあ、素直にその力を認めたい、このように話していました天竜です。そしてまたこれまでの戦いを通じて天竜はこのようなことも言っています。鶴田はピンホールのしがいがある男だ、そしてされどジャンボ、このような言葉も入っております。馬場さん、まあ、いろいろ舌戦も華やかなようですけど、鶴田も天竜もお互いを認めているんですよね。そうですよ、もう認め合ってね、やっぱり、これ以上の強敵はいないというぐらい思ってますでしょうね。でしょうね。相変わらず鶴田の強烈なフェイスロックが続いています。序盤天竜、そしてここへ来て鶴田優勢です。馬場さん、2人のこの心理状態を分析しますとね、ハンセンが天竜にピンフォール勝ちました、そのハンセンに鶴田が勝ちまして三冠王になった、その辺この精神的な優位というのは考えられますか。まだね、そのなったのが最近ですからね、ジャンボも天竜もね、もうジャンボがこの試合勝てばね、これからこのじっくり考えるんじゃないですかね、味わうんじゃないですかね、まだ三冠の喜びというのは実感として持ってないかもしれませんね。そうですね、はい、ですから天竜が今日勝てばですね、はい、まあ、これもその実感なんていうのはすぐ分からないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこんな反戦に負けたら、反戦もやっつけたいという、はい、になるんじゃないかと思うんですよね。そうですか。さてその10分が経過してまいりましたが、馬場さんはこの三冠統一の偉業についてはこの鶴田どう見てますか。やっぱりハンセンをね、ジャンボが倒したということにね、はい、やっぱり大きな意義があると思うんですね。まあ、今まで誰もが成し得なかったこの三冠統一、このジャンボ鶴田がやってのけました。しかしこの天竜に勝って、そして初めて三冠統一王者と胸を張れるのかもしれません、馬場さんのお話。さあグランドでのねちっこい展開から、この後どのように展開していくか、バックドラップ、これはこらえた、足を引くこらえている。この後天竜が後ろに回ってジャーマンを打った光景がこれまでありました。天竜足のフックは外れた、しかし重心を低くしてこらえている鶴田、しかしこれを投げ切らんとしている。さあ打てるか、さあ打てるか、これまでバックドロップ2連発、形は悪いが強引に持っていった。馬場さん、今のは鶴田にとっては気持ちはバックドロップだったんですね。そうですね、やっぱりもう最後まで諦めずにいきましたね、よく天竜もこらえましたしね。まあ、この思えばハンセンからこの三冠を奪ったのも、もう最後馬場さん追い込まれて追い込まれて追い込まれて大逆転勝ちだ、あの耐久力が最後ものいったんですよね。そうですね、ジャンボは、ね、計算したと思うんです ですね。さあ今度はスリーパーホールド、締め技を今日は多用しています。馬場さん、このスリーパー、それから先ほどのフェイスロック、密着技を多用しているようですが、この辺の作戦はどうでしょうか。いや、さあジャンボの作戦としてはね、これいいと思うんですね、首を締めていく、天竜スタミナ随分奪われますからね。なるほど、まあ、天竜選手もスタミナは十分ある、それからご存知のように鶴田選手はもちろん無尽蔵のスタミナを誇っておりますが、その天竜のスタミナをじわじわと密着技、このスリーパーホールド、あるいはフェイスロックによって奪おうというジャンボ鶴田、その鶴田の背中にももう汗が光っています。そして天竜の背中にも汗が光っています。この大阪府立体育会館、もうリングサイド大変な暑さ、リング上は照明灯に照らされましてもっと暑いでしょう。初夏を迎えました大阪地方、大阪府立体育会館、初の日本人同士によるトリプルクラウンタイトルマッチ、天竜の1つ返した、天竜チョップを1つ返した、そしてハイキック、鶴田の15問キックに対抗するようなハイキック、意表をついた技が出た。ジャンボ鶴田場外ちょっと驚いた表情、今日疲れましたジャンボ鶴田。そして今おっとトペスイシーだ、出ましたね、こういう技がね本当に出るんですよね、天竜はね、天竜というのは本当にこういう一番になると何が飛び出るか分からない、ね、この技はね、はい、ホールする技じゃないですから、そのすぐ天竜が上がればね、上がった時点でレフリーがカウントしますからね、はい、さあ天竜が上がりました、そしてまた強兵のカウントが入る、2回強を疲れました、また狙っているラビアット、初めての対決をあの場面、そうです、宙づるになって鶴田がリングアウトになったんです、それとちょうど同じ場面だ、天
天竜3回目の V をつきました。レッドストララレット、そしてもう一度キック攻撃を打っていく天竜源一郎。やはり馬場さんお話のように今日もつく技、これが功を奏しております。天竜がペースを奪い返しました。明暗を分けております。天竜さあ攻守逆転だ。今度は逆に鶴田の岡場を奪うようなエルボー、そしてジャップ、鶴田が上がれない、鶴田が上がれない、セカンドロープの間からキック、鶴田が場外だ、首を振っている鶴田。さあスタミナのロス加減はどうでしょうか、ダメージはどうでしょうか、首を振っている、今立ち上がった、後頭部や側頭部を抑えているジャンボ鶴田、ゆっくり間合いを取った、自ら気合を入れるように両の頬を叩きました、ジャンボ鶴田です。さあ今の表情を見てジャイアント馬場さん、あっと今度はドラピックだ、上がれません、ジャンボ鶴田依然としてリングの中に上がれません。そして今度は意表もつかせぬ攻撃、ブレンバスターを狙っている、ロープ越しのブレンバスター、しかしバックに回った、掴んだ、おっと15本キック、そしてあ今度は顔面顔面顔面、そしてロープに押し合ってジャンプラリアスが15本キック、カウンター、天竜の歯が折れたか、そして第1試合では必ず一発、トップのアプローチはキムには、あっと天竜張り手、そしてパスリンウェップ、そのまま抑え込んだ、抑え込んだ、どうだ、鶴田の返し技も危なかった。天竜が殺人追い込んでいった、そして鶴田がそれを返すことで返した。さあ試合はヒートアップ、さあこれパワーボムだ、パワーボムを狙っているリバースで返した。さあしかし丸め込んだ天竜、パワーボムをリバースで返した、ちょっとヒヤッとしました。天竜がハンセンに負けたシーンを思い起こしてしまいましたが、しかしその後の返し技、天竜さあ今度は2位を打っていく、いずれも首筋から頬のあたりを狙っております。そしてジャンピング2、このジャンピング2に再三天竜は苦しんできたんです。ロープブレイクです。さあ今の馬場さん一息つきましたが、攻防どうご覧になりました。そうですね、やっぱりここでね、その抑えどっちか抑え込まれてもいい場面でしたね。やっぱり これがね、逃げるっていうことは本当にもう負けられないというその一言ですよね。パワーボム天竜の、これは得意技を返した。いやー鶴田の背筋力もすごい。おっとちょっと天竜がちょっと今暗い表情だ。おーゴーカー、おーカウント3だ、カウント3だ、鶴田のパワーボムカウント3、天竜失神か、天竜失神か、鶴田パワーボム完全に天竜をピンホールいたしました。従いまして三冠を初防衛、鶴田が2連勝ということになりました。コールを聞いてください。ジャンボ鶴田の勝ちであります。これで天竜との成績2勝2敗2分け五分に戻しました。鶴田であります。天竜が締まりません。首、ね、はい、の骨がちょっとどうにかなったんじゃないですかね。そうですか、いやいや驚きました。天竜の得意技パワーボムを最後に打って、あ天竜首を持っていかれたかもしれません。16分飛び3秒、正式な裁定が今放送席にやってまいりました。ジャンボ鶴田防衛ということになりました。今チャンピオンベルトが渡されます。3本あります、トリプルクラウンタイトル、これを守りましたジャンボ鶴田。今のパワーボム、確かに高さが